大相撲初場所千秋楽、28日、東京、両国国技館。丸琴ノ若、上手投げ、荘園黒丸イコール本割。丸ルテルノ富士、寄り切り、琴ノ若黒丸イコール優勝決定戦。優勝決定戦を終えた支度部屋。琴ノ若は1分以上黙り込んだ後、悔しいです。と言葉を振り絞った。 テレビに決定戦の映像が再度流れると、自身が土俵を割った瞬間に唇を噛んだ。本割は昇園を上手投げで下したが、過去に一度も勝ったことのないテルの藤の壁は高かった。そう差しになりながら巻き替えを許し、横綱の圧力に屈して寄り切られた。結果が全て、最後に負けるということはまだまだ。 横綱に勝つために必要なことを問われると、やれることを全部やります。照ノ富士の優勝インタビューが館内に響き渡った瞬間、こらえていた涙が止まらなくなった。だが本割の白星で自己最多13勝目を挙げ、大関昇進の目安とされる、三役で直近3場所33勝以上、を達成。取材後、今度はテレビで、 ことのわかの大関昇進が確実に、とニュース速報が流れた。付け人たちが拍手を送る。ようやく少しだけ表情が緩んだ。